じゃあ続きまして、ミーさんからいただきました。ありがとうございます。私の繊細なところは、うん、人に飲み会や遊びに誘われて断った後に気にしてしまうところです。断った後に、うん、お金がなかったり用事があったりして、うん、誘いを断ってしまう時、うんうん、なんとなくいつまでもモヤモヤしてしまいます。もうこのモヤモヤを消すにはどうすればいいかと。ああ、なるほどね。行けば。まあ、そのお金がなかったり、うん、その用事があったり、うん、その別の用事があって行けない、ちょっと行けないんだって。何？別の用事があるのに落ち込んじゃうの？もやもやする？別の用事は。ああ、なんかせっかく誘ってくれたのに行けなかったなみたいな。ああ、じゃあその、あ、付き合い悪いなって思われてんじゃねえかとか、そうちょっと深読みしちゃって。勝手に落ち込んじゃう。確かに確かに。そう、お金がなかったらじゃあ解決策あるよね。お金ないんですけどいいですかつって。そう。もうお金ない時はもうそれだよ。うん、それだよ。うん、で用事がある時はその用事断っちゃえばいい。お。うん。本当。うん。断っちゃえばいい。用事の方を断っちゃう。断っちゃえばいい。それ無飲み会に参加できるじゃん。うん。落ち込まなくて済む。あ、なるほど。うん、ただその断った人になんか、うん、落ち込んじゃいそうですよね。その断った人にはどうするんじゃ。え？物そんなこと必要かな？物いな意見が。すぐしどろもどろって何なんですか？あのね、もう白鳥の上げてるもんだから。自分で言うためにピキピキピキっつってね。油断されたらドボンですよ。ウェだって。ウェック結局繊細なのは変わってない。もう丸分かりのウィークポイントついてくるっていう。だから、その、うん、絶対その、断った相手がいるじゃないですか。次自分から絶対誘うっていうのをやればいいんだよ。なるほど。そうすれば、うん、あの、嫌じゃないんだってことは伝わるじゃない？うんうんうん。あ、しょうがないんだって思ってもらえるから、その時はね。ただ、次絶対誘う。自分が用事がない時。あと、メールで謝るとか、今日行けなくてごめんねとか。うん、それは違う。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 